YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。田中智美創設執念、不思議な選考。優勝でも2010の世界選手権代表落選。変わらぬ強みと執念がもたらした切符だった。2016年3月13日、名古屋ウィメンズマラソンが行われた。リオデジャネイロ五輪代表の最後の選考レースとなった今大会には、ロンドン五輪代表の木崎涼子30歳、野口瑞希37歳といった実績のある選手に加え、高校時代から世界ユース、世界ジュニア選手権に出場するなど活躍し、昨年の世界選手権には1万メートルで出場した小原玲25歳、一昨年の横浜国際女子マラソンで10代最高記録で3位となった岩出玲也21歳ら注目選手も揃った。午前9時10分スタート。中数名の集団が形成されて進んだレースは、ペースメーカーが外れた 30km から大きく動く。昨年の世界選手権で銅メダルを獲得しているユニス・ジェプキルイ・キルはバーレーン31歳がペースを上げて集団から抜け出す。キルアを追ったのは田中智美28歳だった。離れて小原が3位につける。その後キルアと田中は離れ、37km 手前で小原が田中に追いつく。並走が続く。残り 1km となっても両者は譲らない。名古屋ドームに入る前、田中がついにスパート。小原が食い下がる。その差は 1m あったかどうか、しかし縮まらない。ドームに入り表情が歪む。ゴールとともに田中は両手を広げサングラスを取った。その目から涙が溢れた。小原はゴールするや否やしゃがみ込み、そのまま倒れて仰向けになった。立ち上がり、しばらくするとサングラスを取る。その目からも涙が流れた。世界選手権代表落選が田中を強くした。記録は田中が2時間23分19秒、小原は2時間23分20秒。小原の健闘も光ったが、キルアを追った積極性、小原に追いつかれても抜かさず最後に突き放した田中の強さが際立つレースだった。絶対にリオに行くという気持ちは誰にも負けていないと思っていました。ゴール後、笑顔を見せた田中の次の言葉が印象的だった。行けない時はショックだったんですけど、たくさんの方が次は頑張ってと言って応援してくださったので、絶対に元気に走る姿を見せるんだという思いで走りました。行けなかったのはサッカーの世界選手権だ。代表に選ばれなかった衝撃の大きさと積み重ねてきた時間がそこにあった。海外勢を抑えての優勝でもセリフに行けず、ショックの大きさには理由がある。2014年11月、田中は横浜国際女子マラソンで優勝した。2015年の世界選手権代表選考大会だった。海外勢を抑えて勝った価値ある勝利だったが、発表された代表に田中の名前はなかった。前半が消極的だったとの理由からの落選だった。所属先である第一生命の山下幸子監督は、もちろん受け入れられないと抗議した。増田明美氏は代表発表会見で、これでいいのでしょうか、すごく主観が入っているということですよねと質問をぶつけた。高橋直子氏も、今回は田中さんだと思いますと異議を唱えた。さらに川内優輝ら複数の現役選手からも疑問の声が上がった。マラソン関係者の多くが疑問を持たざるを得ないほど、控えめに言っても不思議な選考がなされ、田中は落とされた。失意のまま潰れてしまいそうな悲劇だったが、当然本人のショックは大きかった。下手をすると潰れていてもおかしくはなかった。それでも再起を期し、
リオデジャネイロ五輪代表を目指す決意を固めた。その決意は田中だけではない。山下監督は言う、長い1年になると覚悟しました。そして巻き返すための算段を整えた。山下監督は田中の指導に専念できる体制を会社にチームに求め理解してもらった。田中以外にも所属部員たちがいて、駅伝というチームの目標もある中、監督が特定の選手につくのは異例のことだった。私たちのサポートをチームがしてくれたと山下監督が感謝するのも無理はない。その上で、70日間のオーストラリア、ニュージーランド合宿など厳しいトレーニングを積み、強化の一環としてベルリンマラソンにも出場した。失意にもめげず戦い続ける姿勢こそ田中の真骨頂。内臓疲労も起こすほどやったのも今日につながったと思います。故障させたらかわいそうだという気持ちも持ちながら見守りました。山下監督、ギリギリの線まで突き詰めたハードなトレーニングであったことがうかがえる。田中は言う、昨シーズンと今シーズンでは心技体すべてが違います。対する山下監督はこう語った。いい意味で変わっていないと思います。田中は高校時代、インターハイなどに出場したことはない。それでも駅伝の強豪玉川大学に進学、全日本大学女子駅伝に出場できるまでになったが、区間上位を争う選手だったわけでもなく、注目はされなかった。そんなキャリアでありながら、第一生命入社後は少しずつ力をつけ、フルマラソンの上位を争う選手にまで成長した。その姿勢はこの1年も変わることはなかったのだろう。失意にもめげずコツコツとやる姿勢、つまりは田中ならではの武器があってこその名古屋であったことを示唆している。そこに失意をバネにした1年の執念が加わった。それが強くなった田中の名古屋だった。リオは伊藤、福士、田中で決まり、すべての選考レースが終わった。3月17日、理事会が開かれ、マラソンの代表選手が決まる。名古屋の成績により、世界選手権入賞ですでに内定している伊藤舞に加え、唯一派遣設定記録を突破して優勝した福士も内定したと言っていい。残る一枠は、埼玉国際マラソンで日本選手最上位の2位になった吉田香織が、2時間28分43秒であったことから、素直に考えれば田中になるだろう。陸連関係者にとってホッとする結果に。名古屋ウィメンズマラソン次第では代表選考が再び大きく揺れる可能性があった。ある意味陸連関係者にとってホッとする結果だったかもしれない。ただしそれは結果論に過ぎない。昨年の世界選手権代表選考で、そして今年もリオデジャネイロ五輪代表選考の大会が進む中において、多くの疑問が飛び出し批判も出たことが消えるわけではない。だから代表選考が大会の成績にどのように結びついているのかを精査しつつ、選考の在り方、選ぶ側の責任は検証されるべきだ。少なくない現場の人間が不信感を抱くことになったこの2年。リオデジャネイロ五輪へ向けて選ばれた選手たちのバックアップは無論のこと、リオ後のためにも重要な課題は残されている。オリンピックへの道、松原孝臣文。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。